回のテーマはスタッツについてご紹介いたします。波動ではプレイに関するデータを見ることができます。試合終了後に腕のデバイスを横にスワイプして様々な情報を確認してみましょう。まずは80秒間で何発エナジーボールが打てたかを表すユーズドバレット。初級の段階ではチャージ3で55発以上を目指すと良いでしょう。次に80秒の間に何秒チャージすることに費やせられたかを表すチャージタイム、何もできなかった時間を表すエンプティータイムを確認します。チャージタイムは55秒以上、エンプティータイムは10秒台にすることから挑戦してみると良いでしょう。